ああもうコロナのせいでだいぶ働き方が変わったわ。まあ家で働くのはやってみると意外と楽だったりするけれど、やっぱり大変なのは会議。ちゃい女の子だからお部屋の中見られるの抵抗あるじゃない。だからバーチャル背景にしたの。そうしたらどういうわけかちゃいまで背景になっちゃうの。でもその原因は分かったの。ピロリ、ちゃいって透明感ありすぎるから認識できないんだと思うんだよね。あーやばい、リモート会議の時間だ。皆さんお話途中にごめんなさい。それではなよさら。あーなるほど、いいんじゃない。じゃあフカキョンにうちの新商品の CM に出てくれるかアポ取ってみて。ああカレンちゃんダメ、カレンちゃん今大事な会議してるの。爪ぐらい飛ばしてよ。ごめんなさい、うち猫飼ってて。え、ただの雑種だよね。気持ちよかった。それでは会議進めましょう。やっぱりモレルブラってところを強調したいよね。何を偉そうに、お腹はすでに漏れてるじゃないか。うるさい、お腹じゃないの、おっぱいの話。ちょっとみんな何笑ってんの。おっぱいおっぱい、カレンちゃん、おっぱいカレンちゃん、おっぱいに挟まりたい、おっぱいに挟まりたい。あーもう最悪、こういう時こそバーチャル背景。右おっぱい、あーちょっとミュートにするんだった。真ん中おっぱいって何、知らないよね。おっぱいおっぱい、はぁ、あ